カワネズミは、哺乳孔ユーラッポタイフラモク、トマリネズミかカワネズミ族に属する、哺乳類。ヒマラヤンウォーター主流シュルーの足とする説もある。日本固有種子国、沖では未確認情報はあるが、2000から2002年に行われた、捕獲調査及び聞き込み調査でも発見、確認されず分布しないと考えられている。体長11.1から14.1センチメートル。 尾長8.2から11.7センチメートル。体重25から63グラム。九州の個体群はより小型。尾は長く、亀には長い毛がある。夏毛では背面が黒褐色。冬毛,毛では灰色が強くなる。で部には先端が銀色の脂肪が多くなる。覆面の体毛は泡褐色で先端は褐色。頭骨は横から見ると中央部が凹む。 次回は小型で、体毛の中に隠れている。あと足長23から29.4ミ、mm、リメートル。指跡の側面に扁平な合毛があり、水かきの役割をする。水中では、体毛の間に気泡が溜まり、この空気の層が光を反射して銀色に光るように、見えるため銀ネズミと呼ぶこともある。種小味王をプラティセハラとする文献もあったが、原サイに従い。 プラティセファラスとするべきとする説もある。山間部にある倒木や岩が多い渓流周辺に生息する。捕獲調査から個体ごとに縄張りを形成することが示唆されている。周皮行性だが、夜間の方がより活動するという報告もある。岸にある乾燥した石の間や、下、地中に枯葉を集めて巣を作る。魚類や水生昆虫、ヒル、サワガニ、カワニナなどを食べる。 2000から2002年に本州、九州の86カ所で採集された139頭の胃の内容物調査では、水生昆虫が98.6%ついで、魚類が10.6%含まれ、ミミズヒルハリガネムジ、サンショウウ魚類も少数が発見された例もある。水生昆虫に比べて、魚類の出現頻度は低いものの1回の捕食で得られる量は多いことから、 重要な食物だと考えられている。山梨県の直接観察や、フンの内容物調査では、ブユースリカ類の幼虫から、カエル、魚類など様々な大きさの獲物をも食べ、フンには、陸生無脊椎動物のクモも平均30%含まれ陶器で、増加傾向があったとする報告例もある。主に2から6月に1から6頭の幼虫を産む、10から12月に出産することもある。 三年以上生存した例も確認されている。ダム、堤防建設や河川改修、農薬や除草剤などによる、水質汚染などにより、生息数は減少している。生息に適した環境でも確認されないこともあり、そうした場所では、周囲で土木工事が行われているか過去に行われた傾向がある。そのため土木工事によって生じた濁流により獲物と、 なる、水生昆虫が壊滅したことが原因と推定されている。九州地方の川ネズミ九州では24カ所中6カ所でのみ生息が確認され、1950年代には捕獲例のあった栄彦山地区では3カ所で調査を行ったが生息が確認されなかったなど、分布の分断化、減少傾向がより強いと推定されている。絶滅の恐れのある地域個体群。 ありがとうございます。